丸山丸山は兵庫県神戸市長田区北部の地域名。丸山町や大日川岡町、うぐいす町、檜の木川町、ひばりが丘、鹿松町など北部地域の15町を丸山地区と称する。元来は山岳地域であり、すり鉢状の急斜面に民家がびっしりと張り付くように並ぶ独自の景観を呈する。 現在の街並みからは想像しにくいが、昭和初期には別荘地として開発され、遊園地や料理旅館があり、神戸の奥座敷と呼ばれていた。急な坂や階段が多い上に、市道が多く整備しにくく自動車も入りにくい地域が、多い急な坂や階段が多い上に、市道が多く整備しにくく自動車も入りにくい地域も、あるため、近年は人口が急減しており、 高齢化率は1995年以降20年で24.25ポイント上昇し40.1%となる。65歳以上の一人暮らしは約1000世帯で全世帯数の5分の1を占める。古くからコミュニティ活動が盛んな地区として全国的にも知られている。西丸山町の志子が池は 産業廃棄物の不法投棄により荒廃していたが、2003年より、地元有志らによる、死守が池を美しくする会の活動により廃棄物の撤去や環境保全が進められている。東丸山町にある青天山の丸くこんもりと見えることから、地元でこの地域を丸山と呼ぶようになった。2015年の国勢調査では1457人。 1995年には15,832人で20年間で5,375人減少した。世帯数は1995年の5,808世帯から2015年には4,682世帯と1,000世帯以上減少した。当初は住宅地ではなく別荘地、行楽地として開発された。 1932年長田区丸山町に,に完成。神戸市の人口増加に伴い、大正末頃から神戸土地株式会社が開発を始めた。神戸の奥座敷として、旅館や温泉場が建設された時期に重なる。1928年、神戸電鉄ありませんに、高取道駅が開通するが、その4年後に開業した。観覧車や乗り物はなく、大きな、 池沿いに遊歩道が整備され、ぼんぼりが立っていた。春は桜の名所として知られ、芸者を連れて、花見をする客なども見られた。アヒルやカモなど鳥類が飼われている、ミニ動物園のようなエリアや、ブランコなどの遊具があり、グランドには土俵が設けられ、大相撲の巡業が行われたほか、映画の上映などのイベントが行われた。しかし、遊園地としては10年足らずで廃園となった。 第二次世界大戦中には、1942年に、最大600人のオーストラリア兵が収容された、捕虜施設、大阪府虜収容所神戸川崎文書となり、少なくとも51人が亡くなった。この場所は現在は、思想合領域センターになっている。丸山の町を見下ろす場所に混流された、日踊り越し大仏。丸山遊園地と同年の1932年の、混流。 丸山遊園地が開業した同年の12月3日には、日踊り腰大仏が京都の大覚寺門関同士により開眼されている。長田丸山音頭、長田丸山光太が存在した。などと歌われ、作曲は戦前期に活躍して多数の曲を残しながら突然姿を消した謎の作曲家、近藤十九二である可能性が高いという。 歌詞は少し季節な部分が残ることから地元の人ではないかと推測され、歌い手は花熊あたりの芸者ではないかと推測されている。昭和初期には全国的に新民謡が流行。多くの場合、発足や執年など歌が制作されるきっかけとなった出来事があったらしく、作曲年が丸山遊園地が完成した年にあたることから、この2曲も 遊園地の開設にちなんだものである可能性が高い。戦後には別の丸山音頭が作曲され、盆踊りを踊っていたという。人口が急増した昭和40年代、神戸電鉄丸山駅西側に丸山ショッピングセンターが開設された。しかし、数年後に生活共同組合コープ神戸丸山店が開店したことで、客足が減り、その後閉鎖された。 神戸市長田区西丸山町一丁目7番5号 ABCDEF 神戸新聞社長田の丸山地区旧斜面に民家びっしり昔は神戸の奥座敷2018年10月30日2020年12月13日閲覧長田区丸山地区を歩く神戸市長久本貴蔵のブログ2020年12月14日閲覧 死子が池里山整備活動近畿地方整備局 ABCDEM ズ神戸遊園地完成を記念長田の丸山に幻のご当地ソング神戸新聞社2020年12月13日閲覧長田マンスリー神戸の奥座敷に遊園地当時の丸山の面影を追う神戸新聞ネクスト二2021年1月1日閲覧 AB、長田マンスリー、神戸の奥座敷で、施設美術館旅館だった日本家屋に、作品展示。神戸新聞、2020年12月14日閲覧。AB、長田、丸山、坂戸階段で健康を散歩会歴史散策も、神戸新聞社、2021年1月1日閲覧。コープ丸山生活協同組合、コープ神戸。 丸山コミュニティセンター神戸市。神戸の奥座敷で、施設美術館旅館だった日本家屋に作品展示。神戸新聞ネクスト、2 0 2 0年12月14日、閲覧。私美術館チラシ神戸市。2020年12月14日閲覧。ありがとうございます。